高槻市は市内への新規出店者に対する助成制度を平成22年度に創設し、町のにぎわいにつながる魅力的なお店の出店をサポートしています。今回はその高槻魅力あるお店応援プロジェクトの補助金を利用して夢をスタートさせたお店の方にお話を伺い、制度の魅力を紹介します。馬場さん、はい、高槻魅力あるお店応援プロジェクトは市内に新規出店される方に対する補助制度で、以前番組でも新しくお店をオープンされた方に取材などさせていただきました、はい、改めて制度の概要を教えていただけますか。はい、高槻魅力あるお店応援プロジェクトは街のにぎわいや話題作りにつながる魅力的なお店の出店に支援する制度でございます。具体的には50万円を上限とした店舗改装費の2分の1に相当する額を補助するといった内容になります。うん、最大50万円を補助していただけるというのは、新しくお店を出店する方にとってはありがたい制度ですよね。新規出店を考えておられる方は皆さんご利用できるんでしょうか。はい、飲食店または小売店を対象としています。ちなみにですが、こちらの制度開始から約15年間で60店舗を超えるお店を採択した実績がございます。たくさんのお店がオープンして町の魅力がアップしたということですよね。はい、確かこの甘石公園内のキャンプギア&カフェベースさんも、この高槻魅力あるお店応援プロジェクトの補助金を利用されたんですよね。はい、まさにこちらの町中でアウトドアを楽しむことができる体験型キャンプカフェ、キャンプギア&カフェベースさんもこちらの制度を利用してお店をオープンされました。ということは、私たちが日頃利用しているお店の中にも高槻魅力あるお店応援プロジェクトの補助金を使っているお店があるかもしれないということですよね。はい、では実際にこの制度を利用するにはどうすればいいんでしょうか。はい、まずは所定の事業計画書を提出いただくことが必要となります。そしていただきました事業計画書をもとに審査をいたしますので、作成の過程でもしご不明な点がございましたら、産業振興課まで事前に相談いただくことも可能です。なるほど。ちなみに審査の基準とか、どのような視点で審査をされているのか教えていただけますか。はい、その方の経歴や、お店のコンセプト、そして、商品の話題性、市場の分析、そして、収支の予算など、事業計画書の内容を踏まえて総合的に判断をしています。本当に新規出店を考えている方にとっては嬉しい制度ですから、皆さんに利用していただきたいですよね。はい、そうですね。フラワーカフェフラットプラスは、住宅街に店舗を構えるフラワーショップです。フラットな暮らしをちょっとプラスにをコンセプトに、誰でも気軽に立ち寄れるお店です。1階がカフェ、2階がドライフラワー、プリザーブドフラワーなどの販売、自分の好きな花を選んでブーケや髪飾りなどオーダーメイドで注文できます。ドライフラワーなどの作品を作れるワークショップも開催していて、お花を眺めながらほっと一息できるお店になっています。中谷さんは高槻魅力あるお店応援プロジェクトという制度を使ってこのお店をオープンされたんですよね。はい、この制度を利用したきっかけ、それからどこで知ったかを教えていただけますか。はい、私は市の広報誌を見てこの制度を知りました。ちょうどお店をオープンしようと準備をするところだったので、こちらの制度をぜひ利用したいと思い応募させていただきました。申請するにあたって PR したことや苦労したことはありますか。フラットプラスは1階が両親のカフェ、2階が私のフラワーショップになっているので、カフェとお花が一緒に楽しめるお店というコンセプトが伝わるように計画書に記載をしました。制度を使ってみて良かったところはどんなところですか。
はい、この制度を利用するにあたって事前に事業計画書を提出する必要があるんですが、この計画書を作る段階でお店のコンセプトや方向性っていうところを見つめ直すことができたのが非常にありがたかったです。なんとなくでお店を始めるのではなく、どのように進めていくかっていうところを考えるきっかけになったので、そういったところが良かったかなと思っています。応募するにあたって事前相談などは利用されたりしましたか？はい、何度か利用させていただきました。特に事業計画書について初めて書くものだったので、どういうふうに書いたらいいのか行き詰まった時に利用させていただきました。いつも丁寧に対応していただけたのでとてもありがたかったです。補助金の使い道を教えていただけますか？はい、特にお店の顔である外観や入り口、そういったところに使わせていただきました。どんなお店か見てわかるようにガラス張りの入り口にしたところがポイントかなと思っております。最後に、これから高槻魅力あるお店応援プロジェクトを利用する人にアドバイスはありますか？資金を援助いただけるだけでも大変ありがたい制度なのですが、高槻市の方で制度を利用したお店を紹介していただけたことでお客様も大変増えました。なのでぜひこのプロジェクトを利用したいと考えている人には挑戦していただきたいなというふうに思います。馬場さん、はい、高槻魅力あるお店応援プロジェクトについてよく分かったんですが、はい、この制度以外にも創業を考えておられる方に向けたセミナーがあるとお聞きしました。はい、こちらになります。創業を検討されている方を対象に高槻創業塾2024というセミナーを開催する予定です。こちらのセミナーは創業に必要な知識やスキルの習得、ビジネスプランの作成に至るまで幅広いことを学ぶことができる内容となっています。7月12日金曜日までが応募の締め切りとなりますので、ご興味のある方はこちらも合わせてお申し込みいただけたらと思います。創業に興味がある方に向けた創業支援も手厚いですよね。グループワークや交流会もあるということですので、充実した内容になるんじゃないでしょうか。そして今回教えていただいた高槻魅力あるお店応援プロジェクトも現在新規の方を募集しているんですよね。はい、年数回募集をしていまして、ただいま第2次募集ということで8月28日水曜日まで新規の事業者を募集しています。高槻市内でお店をオープンし、こちらの制度を活用される予定の方がいらっしゃいましたら、産業振興課までお問い合わせいただけたらと思います。これからも高槻に魅力あるお店が増えると経営する側にとっても、お客さんになる市民にとっても嬉しいことですよね。では馬場さん、これから創業を考えておられる方にメッセージをお願いします。はい、高槻魅力あるお店応援プロジェクトは補助金の交付はもちろん、事業計画書を作成することで自身のお店作りの計画を見直すことができるといったメリットがあります。高槻市内でお店をオープンされる方はぜひこの制度をご活用ください。高槻市を一緒に盛り上げましょう。馬場さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。